どうもシャペンです。今回は、はい、オルフェ&イングリッド&カルラで、ちょっと厳選を怠っていました。だからキラー&ラックスフレンズ任して、まあ政宗でも強いもんだよな。まあダブルキラーとプラス政宗、貫通性があるんですけど、まあキラーを動かすことができて、あと結局超強バンドヒルが偉そうっていう。だから政宗って空中転用もそうだけど、地味に超強バンドヒールが偉いっていう可能性あるんだよな。ある価値しっかり置いてある。何しましょうか。天使が回復だな。んー、なんだこれ。とりあえず、あれちょっと友情入ってますね。価値はちょっとホーミング出してくる。あー、でこれ絶対これ黒点白点であるな。なんかそのパターンっぽいけど、黒点がバフとかじゃないよな。あ、いて。あ、単純にそれですね。黒点でシンプル爆発だから危ないよってことですね。あ、レザスト偉い。さすがにそうか。だよね。二人ともこれ、キラはレザスト持ってるんで、まあやってきましたね。これは黒点注意ですね。とにかく、まあ安全を期すんだったら黒点に当たって、センサーで爆発食らってから白点の回復フレアもらいに行くと。お、ここ制限いない。まあこれ普通にいけそうだな。さすがに黒点倒せないよな。あ、天使バリ方っすもんね。でもまた超強バウンドヒールが、ああなるほど、そういう配置で、まあ、無理にやる必要はないけども、ただ高い HP キープしないと攻撃上がんないから、これ危ないかな。え、めっちゃそれ減速食らうな。いっぱい殴っちゃったか。結構食らってるな、まあ、その代わりに回復のあれもでかいけど、自己理想これ周回が出すもんね。どっかでああみたいなことやりそうだな。あ、まあでも、ね、そんなに今これフレアだけだけど、絶対これ長距離バンドヒールでも稼げそうだし、キラー&ラックスは超転送壁もあるんで、転送壁触れることで回復も可能と。ミッションどうしよっかな。一応ね、その時から3体編成ミッションあるんですよね。まだ解放されてないんですけど、まあこの後試しでやるけど。いやね、ギャンギャンにレーザー吸ってる。あ、これ一番いいな。真ん中に置いてくれてるから、とりあえずこれでいいっていう。え、でもこれショットスケールせえるのか。そういえば政宗、そういえばこれ政宗、これフレア食らってる。それも防いでるのかな。だとしたら結構政宗ゲーな気するんですけど、政宗2と反射2人っていう。ちゃんと見てなかった。まあ今のところでも苦に感じることというか、あれはないですね。ああ、でも制限だらけ。ここはさすがに、いや大体こういうのボスにはいない気するんだよな。ボスには真っ向勝負みたいな感じ多いですよね。ボスと1対1っていう、それボスにあるあるな気ですね。モンスターのコラボ超級あるある。まだこれキラーラックスは、あ、じゃあホーミングか。レーザーはギャラクシーか。これは上上がりでいいですね。いや、ほんとマジ怖いな。あー、危ない。あれ、ガリガリ入ってる。これ一匹いるよ。これちゃんと見たい。あと食らってないか。ショットでこの爆発防いでますね。他3体で、ああ割り出した。まあそりゃ強えわ。
いいね。しかも SS もしっかり打っちゃうか。こうなったら止まんねえぞ。あー弱点ね。いやでも打ってよくない、まあ、自己要素ないよな。大丈夫っすよね。天使ぶっ倒したとかないよな。黒点だけになるみたいな。それあるかな。あだよな。いやこれ強えねマサムネ。ぽいな完全に。それで勝利して、あバカ。でちっちゃ。ちっちゃ。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。今ちっちゃさに驚いてくる。うちで終わりだったのに。あ、待って待って待ってこれ。え、何これこのサイズ。目から生えてるし、しかも。ちっちゃいな。え、逆に怖いな、これ。え、マスターでも綺麗に終わりだったのに、今。これ入るんかな。直殴り。ああ決めて、あいつ強いやっぱこの SS。 はい。いやこれ正宗じゃないですか完全に。完全、いやまあ貫通が不利な場面が、あのまあ制限がいることぐらいですもんね。それ以外逆になんなら貫通の方がセンサー事故もない気するし、マサとりあえず2は入れたいな。マサ2と他の反射2が一番いい気がするんですよね。まあでもキラーとキラー&ラスクの強みとしてはレザストで、まあ、しっかり火ダメ軽減していて、まああんまり今回実感できなかったけど、あれでしたね、 SS で確実に削ることも可能っていうことであれでしたけども、これはちょっと正宗ゲーな気がしてならない、わかんないですけども、貫通制限だけども正宗しっかり強しって感じがあったような気がします。ということで周回していきましょう。よかったらコメント欄か皆さんの、クリアパーティーとかお待ちしております。あと全チャンネル登録していただけるとこんな感じの動画とか頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんでよろしくお願いします。これからもぜひ、ではご視聴ありがとうございました。んサルフェ。